煮込んだ。今日も左四つになりました。上手を探る我が丸、構わず出ていくのは豊響。寄り切りました、豊響の勝ち。今回も四つ相撲になりましたが、左四つの相撲になりましたが、勝ったのは豊響。5勝目を挙げて5勝9敗、我が丸3勝11敗です。今日向正面は小結普天王の稲川さんです。稲川さん、はい、やはり今回も多すぎると本人は言っていました。相手は旭秀鵬です。こちらは西の十両筆頭で5勝。落ち着いて、煮込んだ琴勇輝、押し倒しました。琴勇輝の勝ちです。今場所も琴勇輝、なかなか本来の相撲が取れなかった琴勇輝ですが、伊勢ヶ濱さん、はい、今日はいい相撲取りましたね。今日は最高の相撲じゃないですかね、立ち合い左を差しに行った倉庫くらい、それを許さない。いや、ここで右四つになりました。上手、両者上手を引いて千代の国の攻め、やや深い上手ですが、千代の国が圧力をかけています。土俵際腰のいい、あと出し投げだ、千代の国の勝ち、勝ち越し。相手がこらえようとしたところで投げが決まりました。今日は四つに当たり合う展開になりましたが、時間です。頭で当たり合って引きました。大翔丸決まった、突き落とし、大翔丸の勝ちです。大翔丸踏みとどまりました。7勝7敗。佐田の海今日勝ち越しならず、7勝7敗。両者明日千秋楽に勝ち越しをかけるという展開に変わりました。名古屋以来2桁の白星をかける相撲です。式守与之吉が合わせます。落ち着いて、はい、当たりからちょっと引き落とし、宝富士の勝ち。千代大龍ちょっと足が流れました。今日の2桁はならず、宝富士勝って9勝目、千代大龍9勝5敗と変わりました。あまりいい内容じゃないですよね。そうですか、いつも通り胸出してね、当たっていって左もさせずに、今日は上手を狙いに行ったんですかね。あ、胸出して当たって下がったんですね、はい、押されましたね、はい、下がった時にあの相手が落ち着いて、張り差しを選択、上手出し投げ早い、松鳳山9勝目。今日も厳しい攻め、錦木は明日の相撲に勝ち越しをかけます。7勝7敗。もう鋭い攻めを見せました松鳳山。あ、右ももろ差しを狙うような立ち合いだったでしょうか。取った瞬間ですよね、取った瞬間に出し投げを打ってますから、早かったですね。これは早いですね。ちょうど相手が少しこう横向き影のところですね、右から横水を取って、もろ手突きの碧山、跳ね上げて竹風のもろ出し、しかし上手が押し出し、碧山の勝ち、12勝目。圧倒しました。この瞬間今日の優勝決定はありません。はい、まず立ち合いだとおっしゃっていましたが、このもろ手突き、あのしっかりつけてたと思いますね、はい、もうそこからもうすぐあの胸合わせるような、覆いかぶさるような感じで、回し取ってですね、上手を取ったんですね。そうですね、もうそこからの攻めも早かったですし、まあ、立ち合いもしっかり当たれてたと思いますね、はい、碧山がこれで12番と星を伸ばして優勝決定は明日千秋楽へと伸びていきました。太田さん、はい、おじなのこの相撲ですね、白鵬はあの支度部屋一番奥で、準備運動をしている最中なんですが、はい、少しその動きを止めてこの相撲だけは見ました。でまた四股を踏み始めました。逸ノ城が今場所も苦戦しています。後がありません。7敗。右の相四つの両者の対戦、前回は荒鷲とったりで逸ノ城を破りました。前回しを取れません荒鷲、上手は逸ノ城寄り切り、
逸ノ城が勝って星を五分に戻しました。ともに7勝7敗になりました。行司木村幸之助です。手をついて発揮を左四つやはり分かり合いました。まだ沖ノ海は手を探りますが、先に千代翔馬投げを崩して外掛けに来ます。沖ノ海こらえて上手を取りました。がっぷりになりました。上手を一枚からしっかりと握り直そうという沖ノ海。体格に合わぬ沖ノ海、相手の上手を切ろうという動きがありますが、まだ千代翔馬こらえて、沖ノ海の攻め、上手投げからの攻めです。千代翔馬しかし上手が厚みがっぷりです。おっと内掛けに行く、そこを沖ノ海が出て上手投げとすくい投げの内側の上手投げ、沖ノ海の勝ちです。なかなか今場所星の上がらない両者の対戦ではありましたが、力の入った四つ相撲になりました。沖ノ海が勝って5勝目、5勝9敗。手をついて互いに手をついて入れ込んでいった輝、輝が上手を取った。千代丸回り込んだ、こらえた、しのいだ、今度は千代丸、寄り切り、千代丸の勝ち、9勝目。北富士下からはず押し、攻め切りました、押し出し、勝ち越し、自己最高位での勝ち越し、西の2枚目北勝富士。まともに受けてしまった石浦、負け越し。東富士戦前にしっかりと当たればと、あ、今日右を差しに行ってますね北勝富士は。下から差すことでその中に入れるのを嫌ったんじゃないですかね。なるほど、圧力がしっかりと前にこう伝わっていきましたね。はい、いい相撲だったと思います。はい、今日も攻める相撲を取った北勝富士、自己最高位西の2枚目で勝ち越し。まあ現時点で三役から今どのぐらい枠が空くか、なんともこの時点では言えませんが、今日も高野岩早い左四つになりました。しかしこの形は正代上手深いですが使いました。高野岩は右前回しに変えました。右からの出し投げ、そこを正代が出ていきます。こらえる高野岩、左前回しをもう一度、外四つの体勢だ高野岩、寄り切り高野岩の勝ち。5勝目を挙げました高野岩、5勝9敗これで9敗の後12日目から3連勝とした高野岩。正代敗れて4勝10敗です。瀬川原さん、高野岩からあの寄りを残せたわけですね。そうです、今ご指摘の部分、今日あの放送再三ご指摘になっているところですが、回しを下から、はい、そうです、体の小さいものは回しを下から取ってですね、はい、攻めていくことが大事ですね。この左も効いています。そして今向こう側で右も取っているんですが、はい、この右ですよね、はい、下から脇締まってても出し投げですからね。それに乗じて出てきても左手が効いてないんで寄り切れないんですね。正代の左がしかも伸びてしまっていました、はい、はあ、これは力強いですが、うまさもそこにあったわけですね。そうですよ、浅く負け越している貴景勝ですが、素晴らしい内容でした。
繋がってきますよね。今日立ち合い当たり勝ちましたね。もう下から頭でゴンと当たってね、で左で脇を締めて突っ張っていったんですよね、はい、ちょっと一瞬引く場面もあったんですけどね、そこを気持ち直してまた前に突き返していきましたから、はい、最後は高校の先輩を引かせました、はい、過去実は十両から3回対戦があっていずれも先輩が勝っていたんですが、はい、貴景勝が初めて大栄翔を破りました。まあ、この後登場する阿武咲も含めてこういった若手が上位に上がってきましたんでね。そうですね、これから楽しみですね。吉風が先に動いて後から阿武咲、腰を割ったのは阿武咲が先、木村玉次郎が合わせます。手を出していった阿武咲、張り手の吉風、左四つになった、押っつけている阿武咲、下手吉風掴めない、押っつけて阿武咲、前回し寄った、乗り切り、阿武咲が勝ちました。2桁吉風を破って2桁、阿武咲。吉風敗れて今日の2桁にならず、若手がベテランを破りました。好調同士の取り組み、入ろうとするんですけど、はい、押し込まれている部分状態が少し浮いてしまいましたよね。早かった分、なるほど、まあ、そこで胸合わせようとするんですけど、やはり浮いてる分、最後までさせなかったと思うんですよね。よく正面側からは絞って押っつけていく、最後はまわしをつかんでいましたが、阿武咲の攻めが見えました。伊勢ヶ濱さん、はい、いかがだったでしょうか。そうですね、阿武咲はもう前はないですからね、いつも相撲は、うん、下から攻めてますよね。これ押された吉風が左を差しにいくような感じになったんでしょうか、はい、刺した後また脇締めてですね、はい、押していくんですよね。それでここですよね、押しながらまわし取ってますよね、攻めとしてはリスト。前回し狙い、琴勝利、ちょっと栃ノ心引きましたが、上手を取った栃ノ心、左の上手、深い上手ですが、これで栃ノ心力が出る、右の下手、攻める栃ノ心、上手投げ、栃ノ心の勝ち。琴勝利負け越し、6勝8敗西の小結び。来場所三役から下がってもやむを得ない成績になりました。見ていった玉鷲、もろ手突きから叩きました、叩き込み、玉鷲の勝ち。足を浮かせた裏、負け越しとなりました。互いに本来の力を出す、足の影響でしょうね、全然出ませんね。出る力が裏らしくないですよね。そうですね、この叩きに足を運べませんでした。稲川さん、まあ、あと1日というところに裏は来たわけですけれども、はい、今場所負け越しとなりましたが、自己最高位でですね、はい、横綱春馬富士も破りましたし、かなりこう力はつけてきているんじゃないかと思うんですが。それは確実に言えると思います。見込んで差し込んだ御嶽海、抱えて出る栃王山、右の御嶽海がどうやら入っているか、突き放しに帰って栃王山が今度は差しに行く、はずに入った栃王山、左四つ、上手を栃王山取っている、寄り切り栃王山の勝ち。11勝目、11勝3敗栃王山、御嶽海戦初めて勝ちました。御嶽海敗れて8勝6敗と変わりました。向正面の稲川さん、はい、そういう形でしたね。さらにその下から栃王山が、腕を締めてですね、左から押っつけてるんですね、これ。そうですね、はい、で一瞬押し込むんですけど、栃王山が下からもう刺すような形で持っていって、押っつけながら出ていきますよね、はい、でまあ、その攻めの際に上手が早かったのが良かったです。
行司は40代式守伊之助です。左で張って勝ち上げた、叩き込み、発砲、今日の横綱です。伊勢ヶ濱さん、はい、今日はこの立ち合いできましたね。そうですね、この張り差しとかち上げで豪栄道の足が止まってしまいましたよね。豪栄道はこれもろ差し狙いだったんでしょうかね。そうですね、ただもう立ち合いで起こされました。やっぱり足が止まれば、上手を取りに行きます。左をかぶって取ったり、春馬富士、横綱春馬富士勝ちました。11勝目、11勝3敗、土俵を締めました。高安敗れて8勝6敗、11日目から4連敗。しかし有利な状況は変わりません。高安がやはり今日も上手を取りに行ったんですが、そうですね、立ち合いうまく足気味にね、はい、あの高安の左手掴むことできましたね、はい。この高安の立ち合いを横綱ある程度読んでましたかね。そうですね、横綱も少し右に動きながら、はい、ちょっと心配なのが高安の方でしょうか。そうですね、立ち合いですね、もともと高いんですけどね、そうですね、動き良かったですね、はい、立ち合いからね回り込んで速い相撲を取りましたからね。